ではこの21年間アレンが歩んできた人生の中でなんでアレンが感謝の気持ちが一番大事なんだと言えるのか、そういうふうに思えるのかっていうことを知るために少し昔の話を皆さんに共有したいなと思います。で先ほど話しました父親との会話がない、思い出がない、1つ目ですね。2つ目お金がない。この2つでずっと苦しんできました。苦しんできた言い方を変えるとこの2つがないからすごい困ってたんですね。助けてもらいたかった。そんな人生ずっと21年間生きてきて何が起こったか、助けてくれる人がたくさん現れました。母親も何回も何回も頭下げてお願いしますと、うちのアレンとニーニーをよろしくお願いしますと、そう言って子守りをしてくれた人もいますし、お金がないからこれ買えないんだけどおばあちゃんが買ってくれたり、これ足りないんだけどこの靴が欲しいんだけど買ってくれおじさんがいたり、いろんな人が必要なものを買ってくれて、いろんな人が助けてくれました。そこでこう助けてもらう時、助けてもらう瞬間っていうのにアレンはこう誓うわけですね。すごい感謝してますし必ず恩返しをしようと、この感謝の気持ちを必ず行動で示すんだと、これがアレンの原点ですね。ここからアレンの人生は始まってます。なので感謝の気持ちを持つことは大事ですし、皆さん持ってると思うんですよ。いや本当に上司には感謝してると、奥さんには感謝してると、先生にはすごい感謝してる、みんなに感謝してると。ここでアレンが聞きたいのが、ありがとうって言えてますか？ありがとうって言った先で行動に示せてますか？移せてますか？そういった感謝の気持ち、感謝の心を持つことが大事なんですが、それだけにとどまらずその上で行動に移すっていうことを大事にしてきました。アレンの人生の中ではもちろん感謝の気持ち持つこと大事で、それを伝えなきゃ思っていないのと同じなんですね。すごい感謝してるな、ありがたいなって思っても言わなきゃ人間の心って見えないので、思っていないのと同じなんですね。なのでそういった考えをずっとあれは持ってきたので、ありがたいなと思ったら必ずありがとうということ、ありがとうって言った先でこの人にどうやった恩返しができるかな、今はできなくてもいい、まだ学生だ、まだ若い、そういった方もいると思うんですね。おばあちゃんにすごいよくしてもらった、助けてもらった、おばあちゃんも70歳80歳、いやもう高齢で亡くなるかもしれない、そう言っていや恩返ししたいな、いつも感謝してて助けてもらってるんだけどなって思いながら、思ってるだけで言わずに何もしなかったらどうなりますか？彼らが亡くなってしまったら後悔します。そうならないためにこの人生において無駄な時間ってないなってあれは思うんですね。例えばすごい若者だと、いやこのアプリが面白くてさとか、いやもうこの動画が面白い、もうこれずっと見てると、 YouTube ずっと見て、ずっと SNS で何かやって、それで時間がパーって過ぎて、で気づいたらあもうこんな時間だ、よくあると思います。そういったことをしていて、そういった時間1時間2時間3時間すごい無駄じゃないかなと思います。いや俺はまだ学生だから、学生は楽しまないと、社会人になる前にたくさんたくさん遊んで飲み会行ってはしゃいで、もう学生人生楽しんで社会人になろうと、いやそれもそれでとてもいいと思いますし、学生は学生らしく振る舞う、学生らしくいるっていうのもとても大事だと思うんですが、それとは別でそうこうしている時間っていうのももったいないぐらい、何かしら一生懸命取り組んで必ず恩返しできるための準備をすることが大事かなとアレンは思っています。なのでアレンはよく学生らしくないなとか、いやもっと学生らしく楽しめよと言われることもあるんですが、いやいやそんなことは分かっていると、それも大事なんだけど、それよりも優先してやりたいことがあると、それが彼らに恩返しすることが自分が楽しむことよりも大事だし、自分が楽しむためには彼らに楽しんでもらわないといけない、じゃあ自分が楽しませばいけないとっていうふうにいつも思ってます。なのでよく、いや俺暇だわ今日、暇だからちょっと電話でもいいとかあるんですが、暇な時間って存在しないとあれは思ってて、暇な時間はすごい怖いなって思ってます。暇なんてないと思うんですね。なのであれをこう毎日毎日少しの時間でも何かできないかな、自分に何ができるかな、それが必ずしも恩返しになるっていう確率は 100% じゃありませんし、恩返しできるかどうかは全くわからないんです。わからないんですが、自分にできること、
っていうのを一生懸命、もしも会社員の方だったら毎日毎日会社のことについて一生懸命ベストを尽くすこと、経営者の方だったらこの会社をどうするか、人のため世のためにどうしていくかっていう、誰かのために、お世話になった方のために、そういう風に考えているから、アレンはいろんな大事にしているものの中から今回感謝の気持ちとか恩返しっていうキーワードを選びました。皆様にとってこうキーワード大切にしているものっていうのは全然違うと思いますし、人それぞれ違っていいと思いますが、皆さんの大切にしているものの中でも感謝の気持ち、恩返しっていうのも含んでみたらいかがでしょうかっていうことでした。話は変わりますが、今まではずっと日本人の方に対してミャンマーのことについてお話ししたりとか、こうミャンマーで今あれは残っていますので自粛生活の話っていうのを共有してきたんですが、これからは日本人だけじゃなくて外国人の方もミャンマーに来たいっていう人もいると思いますし、日本人の方だけにフォーカスするのではなく世界中の方に向けてお伝えしたいなということで、あれも英語を話したりとか、この字幕も今英語の字幕をつけたりして、いろんな方に見てもらえるようにこちらも努力して一生懸命やっていきますので、これからもどうぞミャンマー語教の動画をよろしくお願いします。 Thank you so much for watching this video. I hope you guys could enjoy watching this video. See you next video. ご清聴ありがとうございました。I'm gonna go get some more.